頑張って。何これ、何これ、見たことはある、うん、嫌いな。渋谷に来ました。今日は外国人の方に漢字が読めるか読めないかクイズをしたいと思います。当たったら500円、もう1問当たったら2000円、何も当たんなかったらもらえません。それじゃあ早速行ってみましょう。お名前は？お名前はルーティーです。インドネシアから参ります。インドネシア。あ、インドネシア、はい、何でしょう。相手、何々言って、はってはってじゃないですか。はってはってはって、はい、正解は、はででした。あー、もうちょっとですね。惜しい。カンダです。カンダさん。インドネシアですね。じゃん。嫌いな。嫌いな。嫌いな。正解は、嫌なです。嫌な、ほんと。ちょっと嫌い似てるけど。うん、似てる。同じ感じなんですよ。嫌な。嫌な、ほんと。ああ、そうですね。そうですね。いい数字がないから。ね、ああ、なんだこれ。そうと申します。そうさん。どこの国から来たんですか。ミャンマーからです。あ、じゃん。なんて読むでしょうか。爽やか。すごい。500円差し上げます。もう一問挑戦したら2000円になるんですけど。今日はあんまり勉強してないけど頑張ってみます。頑張ってみます。やったー。じゃあなんて読むでしょう。たこみ、たこみな。たこみな。すごい。当たった。2000円プレゼントしたいと思います。いただきまーす。いただきます。わー、おめでとうございます。これはやらせだと思っちゃうよ。クリス、嬉しい、本当に。私も嬉しいです。Oh my god! 絶対にできない。頑張ります。頑張ります。木じゃない。あ、わからん。正解は、草です。草です。草。草。これ。グラス、グラス。あ、oh、グラス。オーケー。Okay。Okay, okay, 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 okay. ファリア・ヒルミアと申します。あの、アヤと呼ばれてるんですが。アブです。インドネシア。インドネシアから N2。 N2、 おー、すごい。いえ、とんでもないです。じゃん、これなんて読むでしょう。難しい。ほうなんの。ほうす、ほうそつ、ほうす、ほうなんの、ほうそ。すごい、正解。じゃん、さすが。あれですよ、意味が。そう意味までちゃんと。500円ゲットってことで。もう一個やると2000円なんですけど。頑張ります。やります。じゃじゃん、なんでしょう。コーデル、コーデルじゃないの。残念、わかんないです。難しすぎて。クレイさんはわかんないです。撫でるです。あ、撫でるか。そう、ユニです。バリ島から来ました。なんて読むでしょう。恥ずかしい。何ですかそれ。何これ。他の感じない。他の感じで挑戦。あ、バシート。悔しい、悔しい。悔しい。フェル。あ、バシートか。あ、バシネよ。送るんじゃない。送り物の送るに。あやちゃん、すごい。すごい。1000円もらえます。1000円で、じゃあ1000円プレゼントしたいと思います。1000円ありがとうございました。アンです。アンちゃん、はい、リサです。リサちゃん、かわいいお二人に聞いてみたいと思います。頑張って。何これ。何これ。見たことある。む、わかんない。刻むとか、はげむ。え、ヒント。つ、あ、つむ。つがむ。つぐむ。別の漢字挑戦します。はい、はい、なんだっけ。怠慢。オッケー。すごい。ちなみにさっきのは慎むです。あ、え、これ聞いてみます。じゃん。およやか。なんだっけ、なんだっけ。玄関。え、最初の文字って。お、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 お。正解は、おごそかなです。あ、ありがとうございます。リュートです。じゅんぺいです。りくです。なんて読むでしょう。傲慢。違くない。
しい。タイマン？タイマン？バーグ。次2000円のクイズやりますか？やります。やります。やります。じゃあこれを聞いてみたいと思います。これなんでしょう？高尚。高尚な。高尚な。高尚な。すごい。で、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ何て読むでしょう？まずかな。何？まずかな。かすかな。あ、かすかな。噛んじゃったっていうことでおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。 Hello everyone, this is Haru. Thank you for watching this video and I really hope you enjoy it. If you're watching this video, it probably means that you're learning Japanese, right? How are you learning Japanese? Are you still trying to learn Japanese in your own language?Today, I want to show you the most efficient and the best way to learn Japanese. If you want to improve your Japanese, then you should take online lessons with our native Japanese teachers. I will say it again. The fastest way to progress your Japanese and see results is to take online lessons with our native Japanese teachers. So, there's the top three benefits of our online lessons. The first one is you can study bothJLPT and listening at the same time, so you don't have to go out of your way to study listening. And the second one is you will be good at conversation. And the third one is you can study repeatedly, anytime, anywhere you want. Do you think that if you don't listen to the explanation in your own language, then you will get tired because you don't understand anything?What is important is the ability of your brain to switch languages instantly. And to develop your brain, you have to put yourself in an environment where you can hear real Japanese. I know you might get tired of it at first, but please keep listening without thinking anything complicated. Then you will be good at Japanese.Because this is the way I've been doing when I was learning English. And now I can use English like this. 教えてあげたんだから、お金ちょうだいよ。お母さんっていう人は足がとても速いです。原因を表す文法です。Thank you for watching this video to the end. And I know you're studying so hard. And I'm hoping that your study goes well. だから頑張りましょう。So, see you in the next video.